こんにちは。体の硬い人のためのパーソナルヨガスタジオ、頑張れジムの YouTube レッスンです。今日は、ヨガの本当の基本中の基本についてお伝えしていきます。この基本について知っていれば、ヨガのポーズ、より効果的に、そして安全に、そして楽しく、できるようになるので、ぜひ、最後までご覧ください。今からお話しするコツは、ポーズは選ばないです。もう原則、もう原理原則になってくるので、どのポーズの時もそれを意識して練習してみてください。硬い人とか、初心者の人、2つのコツだけ意識してみてください。伸ばすんじゃなくて、進行方向に向かって、押すっていうことと、その時に、手足はこう肋骨の下の部分から生えてる。この2つだけ押さえて練習しておけば、初心者の人でも、体の硬い人でもかなり練習は進むようになります。まずは難しいポーズじゃなくて、簡単な動きから確認してみましょう。例えばソックスですね。こうやってこっち側で引っ張って、どうしてもこっちを伸ばすっていうイメージがあるかと思います。もちろん伸びるっていう現象はあるんですけど、それは結果であって、最初からこう伸ばそうとしない方がいいです。もともと筋肉には、能動的には伸びるという使い方がないので、縮むか元に戻るか、筋肉の接触、骨と骨にくっついてて、縮むかこう元に戻るしかないので、能動的にこう筋肉が勝手に伸びていくっていう現象はなくて、その場合は、こっちを伸ばすんじゃなくて、こっちが縮んだ結果、こう、距離が広がって伸びるという、自動的なことが起こっているだけなので、伸ばそうとしてしまうと、本来使おうとしていた、こっち側の動きがなくなってしまうので、ただ、突っ張ってもこう伸びてると混同してしまうので、まずこう伸ばそうとするのはやめましょう。結果的に伸びて気持ちいいは OK ですが、最初はもう必ず、能動的に使う。そのために、こう、進行方向に押すっていうイメージを持ちます。で実際、側屈の中でどう意識するかといったら、こっちの手でこう引っ張るのではなくて、こっちに壁があるようなイメージで押します。でこの時に押すのは、この肋骨の下からこっちの上に乗って、こっちもこうキュッと、肋骨の下からこう縮めるようにして、キュッと。でさらにこう足も肋骨の下からこう入っているので、グッと押して、でこっちの足もまあここから生えてるんですけど、感覚的には今こっちです。反対側をこう突き上げる。この状態、キュッとここを持ち上げられるようなイメージ。もちろんここまで厳密に意識なくてもいいので、とりあえずこう向こう側に向かってこう押すようなイメージですね。押するだけでもこう全身使うようになってきます。でこの時にこうグーッと押して体勢を崩れてはこう良くないので、押すときの前提として、ヨガではまあ基本的には体を均等にこう使うっていう言い方をします。僕は表現としては体を一筆書きで使うっていうイメージにしています。このときに、しっかりとこう、手で押した力は足に伝わるし、足で押した力は手に伝わるようにしたいので、少し肋骨を締めてください。キュッとこう。肋骨を締めながら押すと、しっかりとつながるように伸びることができるようになってきます。どうしてもこう伸ばそうとした場合、肋骨を締めた方がちょっと動きが悪くなります。悪くなるので、力をこうダラーンと抜いて伸ばそうとするんですけど、そうするとこう、伸びた先で押そうとしても、押せなくなっちゃいます。そうすると安全な面でも体がしっかりと胴体につながっていないで、怪我しやすかったりとか、伸びた先で動けなくなってしまうので、本当にこう、ヨガのポーズだけ、ただ、止まり絵としてやる分には、構わないんですけど、そのポーズができたところで、なんか健康的なとか、他の動きにつながることではなくなってしまうので、ぜひ進行方向にグッとこう、押すイメージ。その時に手足をしっかりとこう、この肋骨の下から押して、体全体をこう、一筆書きで使うってことを意識して、練習するようにしてみてください。じゃあ少し具体的なポーズで、この基本的な考え方を、どういうふうに活かしているのか考えないと見てみましょう。例えば、ソックス、せっかくしたんで、ここから入っていくと、こういう動きになりました。そしたら、ちょっと、足を広げると、こっちの足でグッとこう、押しやすいですよ。押して、ここをグッとこう、上げるようにします。ぐーっと、ちょっと曲げてもいいですね。ちょっと曲げてもいい。グッとこう、ここに力が触りやすいようにします。ぐーっとこう、押すようにイメージします。ぐーっと。で、どんどん幅が広がっていくと、ここを突き上げるんだったら、こう、下、ぐっとついた方がやりやすいですよ。ぐーっとついてみましょう。ぐーっと、こう、持ち上げるようなイメージ。
基盤ができれば広けばそのまま三角のポーズだし、このままぐっとここを持ち上げるイメージすれば、まあこれだったりこれだったりパルシファコーナーさんですねになってきます。でこれで違いを意識してみると面白いのが、ただただ股関節からこう降りていった場合ですね、降りていった場合にこう詰まって動かなくなることが出てきます。でこの時にしっかりとグッと足で押してこっちを持ち上げて、ここから折るだけじゃなくてここから折るイメージすると、ここが動いた分だけ連動して足も降りてきます。で床を押した方が胸がしっかりと上がってきて隙間ができるんで動かしやすくなってくるので、なのでこれなんかもですね、僕はあまりこれ好きじゃないです。押せなくなるんで、ブロックを使ってしっかりと押した方が体のこう動きも良くなってくるし、これでこうここをグッとこう浮かしているのでポーズがこう発展してきますね。こうこのまま持ち上げたりとか、こういうポーズになった時なんかも押してあげてるっていう関係性ができているので、発展性、次のポーズなんかにつながった時も同じような感覚でできるようになってきます。なので基本ポーズのダウンドッグなんかも押せるかどうかっていうので見ていきます。こうなった時にこう無理にかかとをつこうとしてこうなっちゃったら手は押せなくなるので、だから膝を曲げていいんで、しっかりとこう押した感覚ですねを入れるようにしていきます。だから練習の場合だと、ブロックなんかで高さを出してあげるとしっかりと押せるようになってきます。でこの時に意識するのはここですね。ここから手とイメージしてるんで、ここから手を押す、ここから足を押す。ということは逆に手で押した力は、肋骨をこう下にグッと押すことができるようになります。で、この時にベローンと締めてないと、ただ引き上げるだけになるんで、押せなくなります。垂れるけど押せないみたいになるんで、しっかりと肋骨を締めた上で、グーッと、で、足をこう、押した力でキュッと押せるので、両方上から下から挟みっこした力がここでグッと入ってくるので、ダウンドッグを通じてこう押すことですね。体を一筆書きにして肋骨の下から手足だと思って押すこと、そしてその時にこう体がこう一つのみになってるって感覚を意識すると、ただのこうふくらはぎのストレッチとかではなくて、肩を痛めるような、それもなく、しっかりと胴体から動くようになってきます。で、ダウンドッグの時点で、しっかりとこうやってこう、肩じゃなくてこう、胴体まで入れてるんですよね。こう、胴体まで入れてるんで、で、こう、足はグッとこう、引き込んでるんで、ここからこう、ピッとこう、入れた場合に、しっかりと、下から支えてる感覚になってくるんで、倒立なんかした時も、ハンドスタンドでこう、痛めないっていうことと繋がってくるので、しっかりと、このつなげるっていう感覚が、あれば、側屈から入っていって、ハンドスタンドになるときに、次々にこう違うコツを得るんじゃなくて、側屈をこうしっかりと洗練させればハンドスタンドもできるし、ハンドスタンドで肩とか痛めるということは、そもそも側屈とかダウンドッグが、もう少し、洗練させる余地があるところではわかるんで、基本からこう行ったり来たりしながらのいろんなポーズが、なんか練習は必ずあるの。そのポーズ自体が今できなくても練習が進むし楽しめるということになってくるので、ぜひこの本当に一点だけ押さえるようにしてみてください。でもう一個、違いも分かりやすい、運動をご紹介します。ベースとしては C ボックスっていう、まあ、よくある股関節の動きをよくする運動なんですけど、形としては、まあ、こういう運動なんですけど、まあ、これをやるとちょっとこう大変なので、こういう形でやるといいです。目標としては、ここから、こう動けるようになっても、こう、あんまり問題なく動けるようにしときたいっていうのはあるんですけど、もちろんこう安全の上でやりたいので、まあ、このくらいがちょうどこう安全にできる位置かなと。で、ただこの時に、ただ膝だけパタパタしてても、実はこう、あまり効果がないし、さっきのこの動きと、あまり繋がなくなってきます。ポイントとして大事なのは進行方向に押すということと、
ここから手足というふうに考えます。でここから手足なんですけど、ベローンとこう抜いた状態でこう押してもあんまり効かないので、やっぱりこう腹筋をちょっと横の締めた状態でグッと押します。そうすると手で押して足でも押してグッと、膝だけパタパタしてた時には感じなかった、股関節だけにしても感じなかった、ここじゃなくてこの辺の動きっていうのをこの動きの中で感じれるようになってきます。そうすると股関節やるとこれって結構引っかかるんです、カチッと硬い人が引っかかっちゃうんですけど、ここから押しながらここからぐるるって回すと近い動きが出せるようになってくるので、股関節だけ意識した場合って股関節をもっと動かさなきゃというふうになって、こう相当柔らかければもちろん股関節だけでできるんですけど、こっちは動かないままになってしまうので、進行方向にこうして胴体体を一つないで使おうとすると、こういうことにも気づくし、まあいろんなこう他のいろんなエクササイズの世の中にはいい運動いっぱい溢れてるんですけど、ただ見た目だけこう練習してこうあまり効果がなくなってしまうということがなくなってしまうし、もちろんそれはヨガのポーズ、いろんなヨガのポーズとって本当にそうなんで、原理原則ですね、基本の部分を押さえてぜひ練習を楽しく意味のあるものにしてください。じゃあ最後はみんなちょっと憧れるハトのポーズですね。でハトのポーズをするときもこう、もちろんここからよいしょ押してこう、ここだけなんですよ、足を引っ張ってきっとこう、ここ、ここからしても押す、ここからこう両方相互作用ですね、こう手で押し出すようにちょっとこう出せるイメージを作っていきます。でそうしてこうこれを作った後もちょっとこう足だけなんですよ、こうこの状態でこうと肋骨の下部分が動くようにイメージします。キュッと手で押した力でも足で押した力でもこのこうグッと回すようにします。そうするとこうこの状態から肩だけやるとしてキュッとこう引っかかっちゃうんで、この人をスル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 って回してあげると、こういう状態でしかしこう胴体が動いた状態ですね。でこの状態でもこうこっからこう押してる、両方ともこう全部が全部こう押して肋骨の下につながっているように意識してあげると、こういろんなこういう難しい大変なポーズになったけど、もちろんまあ柔軟性とか筋力とか絡んでくるので、すぐできるっていうわけじゃないんですけど、何ができてて何ができてなくてどこまでいくと危ない、とにかく押せないっていう状態は危ないです。自分の体を支えきれないとかコントロールできないっていう意味なんで、例えば、こう開脚者がブチブチブチってこう行ってしまうんで、まずこういう状態でもしっかりとここから足元を押せるとか、逆に極端な話をこういう感じですね、こう連携させてる感じで練習に入っていくんで、こう自分がここまでやる極端な必要はないんですけど、基盤がこういう感じでこう自分がしっかりと押せるだけの安定してコントロールする余裕がある中でやってるので、安全にそしてコントロール下にあるので、自分の動きのコントロール下にあるので、観察力ゆっくり何が起こってるか見て練習できるようになってくるっていうのがあるので、ぜひここから手足が生えてると意識して、進行方向に押すというこのシンプルな、原理原則を守って、いろんなヨガの練習が楽しくなっていただければ嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。